はい、こんばんは、いとっチャンネルでーす。11月7日、日曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。いや、早いもんでね、もう11月ということなんですけど、もう1年経ちましたよ。ね、何に対して1年経ったかというとね、Xbox のシリーズ X かな、あれ発売してもう1年だったと思います。早いですね、もうね、次世代機って言われているのか、なんていうのかあれですけど、Xbox シリーズ X とかね、プレステ5が発売して、もう1年経ったんですよね。あっという間。で、未だにその 2機種どちらとも買いづらいっていうね。世の中どうなってんだよって思いますよね。もう1年経ったのにまだ抽選販売とかやってるっていうね。信じられないぐらいなね、ね、感じですけどね。皆さん手に入れてますでしょうかね。プレステ5とかね。プレステ5はいいんですけど、Xbox 多分持ってる人少ないんじゃないかなと思いますけど、プレステ5以上に Xbox シリーズ X はね、買えない。でかいやつね。うん。と思ってます。で、そんな中ね、僕ね、フォルザホライズン5っていうのを最近買ったんですよ。先週かな？先週？2日前ぐらいに買って、で、アーリーアクセスで遊んでるんですけど、まあ、めちゃくちゃ面白いですね、相変わらずね。グラフィックが超綺麗でね、もうね、なんだろうね。まあ、ね、フォルザホライズンシリーズずっと今まで遊んできたんですけど、いまいちね、何がどう進化したのか、やっぱりよくわかんない。よくわかんない。グラフィック常に綺麗だからね、なんかね、その、アハ体験なのかわかんないですけど、じわじわじわと綺麗になると人間気づかないっていうのはあるかもしれないですけど、まあ毎回毎回相変わらず面白いなっていう感じはね、わかってますっていう感じでね、引き続きね、遊んでいきたいなと思うんですけど、フォルザホライズンシリーズ一回もクリアしたことないっていうね、これクリアとかあんのかもわかんないですけどね、大体途中でやり飽きちゃうっていう感じでやめてるんですけど、まあ満足したところまでとりあえずね、引き続き遊んでいこうかなと思います。すごい面白いゲームですんでね、皆さんもね、Xbox シリーズ X、シリーズ S とかね、購入して、遊んでみてはいかがかなと思います。あれ、ゲーパスで対応してるのかな？ゲーパスとかでも、もしかしたら対応してるかもしれないんで、もしかしたらスマホとかで遊べないかな？対応してるのとしないのあるんでね。はい、そんなことがあったりしますんで、興味のある方ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。で、今日はね、何するかというと、久しぶりにね、これポコですね。スマートフォンのポコ使ってます。ポコ X3 Pro なんですけど、なんでこれ使ってんのっていうとね、今ね、バングットさんで安いからです。セール中ですごい安いからね。で、視聴者さんからね、伊藤チャンネルでポコやってたんですねって言われてね、やってましたっていうことでね、ポコが結構前にやってるんですけど、まあ、ちょっとね、こちらを今日いじってね、ポコの素晴らしさを改めて伝えていこうかなと思うことと、が一つと、あともう一つね、視聴者さんから、セガサターンのエミュレーターを動かしたいんだけど、どうやって遊んだらいいですかっていう質問があって、まあ、アンドロイド系ということで、まあ、アンドロイド系全般ですね。で、まあ、今日はね、スマホで、ポコで使って、アンドロイドのポコでね、セガサターンのエミュレーターの説明をしていこうかなと思っております。じゃあね、早速ね、やっていこうと思います。で、今こうやってね、いろいろアプリが入っている中で、使うアプリどれでセガサターン動くかっていうと、ヤバ三四郎2かな？プロ。こちらのアプリか、もしくはレトロアーチですね。で、レトロアーチでね、こうやって動かすこともできるんですよ。これレトロアーチインストールしてあって、コンテンツをロードってやると、できるんですけど、レトロアーチってね、今ね、あれなんですよね。本体に入れたやつしか、SD カードのゲーム読まなくて、本体に入れたやつしかね、読まない設定になってんですよね。今もう直ってるかわかんないですけど、僕が前やった時はそんな感じ。で、セガサターンをね、ロム、本体に入れたところを指定してあげて、一応ね、こんな感じでどれにしようかな。シャイニングフォースかなんか、動かしてみましょうか。シャイニングフォースのロムを指定してあげて、で、あと、エミュレーター、ダウンロードしたエミュレーターをこうやってね、指定してあげるだけでこうやって動くんですよ、一応こうやって。動くかな？はい、こんな感じでね。で、BIOS をね、これ入れなきゃいけないんですけど、BIOS もね、レトロアーチのシステムフォルダーだったかな？そこに入れてあげると、こんな感じでね、動かすことができるんですけど、今日はね、これの話は特にしないです。これ前回も何回かやってるんでね。今日はこれはしないで、ヤバ三四郎の方でね、話進めていこうかなと。こんな感じで動くんですよね。これも普通に、動くんですね。こうやって。ほら、動くでしょ、これ。
うん、これあのシャイニングフォースのオープニング、毎回ねこうやって妖精さんが出てきたりなんかね本を読む感覚でね始まるんですけど、シャイニングフォースでね、ジジイが寝てますから、寝てんだか死んでんだか分かんないですけどねはい、で、うん、いたずら好きの妖精ということでね、僕もちょっとね妖精さんにいたずらされたいですねどんないたずらかはちょっとあれですけど、うん、こんな感じでね、遊べるんですよね。しかも何も遅延なくね、一応ちょっとオープニングまで行きましょうか。うん、一応ね、レトロアーチでもこんな感じで遊べます。でね、最初の設定だとね、こうやってコントローラーが表示されてるんですけど、ここの右下のとここうやってね、押してあげると、ちょっと感度悪いな。消せますんでね、こうやってね。うん、ちょっと端っこすぎるとね、タッチパネルって感度悪くなりますよね、これ端っこのとことかね。うん。で、こんな感じで、ね、一応遊べるんですよ。うん、しっかりね。うん、シャイニングフォースも動くかなと。遅延もなくね、ポコだから、パワーあるからね、パワフルなスマホなんで、これだけ遅延なくね、セガサターン動きますっていうのが、一応レトロアーチでも遊べますっていう感じなんですけれども、今日はちょっとここはちょっとやめて、レトロアーチじゃなくて、ヤバ三四郎の方で行こうかなと思ってます。じゃあ、レトロアーチと、これね、レトロアーチとヤバ三四郎の違いって何なのっていうと、レトロアーチってね、これなんていうんですか、病院で言うと、総合病院みたいな感じで、なんかね、いろいろな耳鼻科も入ってるし、内科も入ってるし、外科も入ってるし、ね、なんかなんかいろいろな、ね、エミュレーターに対応してるっていう、マルチエミュレーターに対応した、その総合病院みたいなところなんですよね。レトロアーチってね。だからスーパーファミコンも動くし、エミュレーターしてあげればね。スーパーファミコンも動くし、プレイステーションも動くしっていう感じのエミュレーターなんですよ。で、総合窓口で受付して、で、それで、それぞれの部署行ってくださいね。外科行ってください。症状に、やりたいゲームに合わせて、内科行ってください。外科行ってください。っていう感じで振り分けて、まあ、今回セガサターン行ってくださいって話で、セガサターンを動かすことができるっていうようなものです。で、逆にこっちのヤバ三四郎さんはですね、こちらはね、イメージとしてはそうですね、町の医者さんみたいな感じですね。専門医者さんみたいな感じで、外科しかやってませんみたいな感じで、これセガサターン専用のエミュレーターなんですよね。セガサターン専用のエミュレーターなんで、まあ、セガサターンに特化したエミュレーターだと思っていただければということで、この違いがあって、今日はね、こちらのヤバ三四郎さんのお話をしていこうかなと思っております。はい。で、インストールが終わるとね、こういうようなヤバ三四郎のね、アイコンが、プロのね、アイコンが出来上がっていると思いますので、こちらをね、クリックしてね、まず起動してあげてくださいっていうところに行ってください。はい。で、クリックするとね、多分ゲームホルダー、どこにし、ゲームホルダーがね、これ限られた位置に入れないとゲームホルダーがね、できなくなってるんですよね。例えばここ、例えば内部の、Android のね、内部に直接入れるときは、もうね、限られたここのパスに入れてくださいって言われるんですよ。ゲームソフトそれぞれ読み込むのにね。それをスキャンして読みますよって話なんですよね。で、これはね、幸いなことに外部の SD カードもね、これ対応してて、外部の SD カードの、ここ、Android Data Org. なんとかって、ヤバシロー 2.pro-file っていうところにフォルダーにゲームを入れてくださいっていう感じなんですよね。ちょっとね、それをね、再現させてみますね。今、パソコン上でね。はい、じゃあね、次続いてパソコンの画面になるんですけど、まあさっき指定していただいたとこね、一回、ヤバシロを立ち上げると、ヤバ三四郎さん立ち上げると、これね、Android フォルダが自動で形成されて、SD カードもね、で、その中にね、データっていうのと、org.debi、なんとかっていうところ、なんとかっていう、あれが debi、メビ、ミ、いや、なんかね、呪文みたいになってますけどね。これに、ヤバシロー2っていう、ドットプロっていうフォルダが出来上がってます。で、これをクリックすると、中にファイルっていうフォルダが出来上がってるんで、そこのね、フォルダって最初にね、空なんですけど、ここにね、ゲームデータいっぱい入れてください。こんな感じでね、エイリアントリロジーとかね、フォルダの中に、あとゲームファイル入れていただいてね、こんな感じで整えていただければいいかなと思います。ね、こんな感じでね。いっぱい入れていただければなと思います。で、これで OK です。はい。あとはね、これをね、もう一回、ポコの方にね、戻していただいて、再起動かけてあげればいいかなと思いますんで、まあ、こんな感じでゲームホルダー作ってね、名前通りこうやって整理して、それぞれファイル中に入れていただければなと思います。
はい、じゃあ先ほどのね、SD カード戻しました。で、ソフト入れたんでね、ここに今度ヤバ三四郎さんこうやって立ち上げてみます。そうするとね、こうやって自動でこうやって読み込むかな？読み込まないね。読み込まないですね。なんか手順でゲームリスト更新っていうところを押してあげると、ここを押してゲームリスト更新ですね。そうするとね、自動で読み込んでくれますんでね。こんな感じでズバ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 ーってね、いろいろこうやって読み込んでくれてます。そこのフォルダーアクセスしてくれますんで、更新していますんでね、今ね、まあ、ちょっと時間かかるんで更新終わるとこまで飛ばしたいと思います。はい、更新がね終わりました。そうするとね、こんな感じでね、あのアルファベット順で綺麗に並べてくれます。あの自分入れたらで、パッケージアートもね自動で持ってきてくれるんですよね。これがね素晴らしいですね、これがね、だからねこうやって扱いやすいです、すごくね。自分入れたやつ、こうやってコットンとかね、あのダライアスとかね、こんな感じでダイナアイランとかいろいろあるんですけど、こんな感じでね自動で持ってきてくれますんで、なんかこういうね、ライブラリー化できるっていうのがね、このヤバ三四郎さんのいいところかなと思ってます。はい、じゃあ次はね何するかっていうと、今度コントローラー設定になります。はい、で遊ぶためにはもちろん今ねゲーム C っていうこのねコントローラーの設定をするんですけど、ここの、ね、クリック、右クリック、右クリックじゃないね。ここのね、3本線のところポチッと押してもらって、設定ですね。そうするとこんな感じでいっぱい出てくるんですよね。設定がね。で、その中で下の方行くと、バーっといろいろ、まあ、ここの設定次第によっていろいろ画面比率変えたりとかいろいろできるんですけど、ここですね、選択、入力デバイスってところ、もう、ね、設定してあるんですけど、入力デバイス1ってところに、使いたいコントローラーね。今ね、初期設定だとオンスクリーンパッドになってるはずなんで、繋いでるやつね。繋いでるゲームパッド。もしくは Bluetooth で接続してる場合は Bluetooth のコントローラーをここで選んでもらって、で、それでキーマップを編集するってところを押してください。そうするとね、それぞれ対応したやつにアップ、ダウン、レフト、ライト。で、L トリガー、ライトトリガー、スタートはどれにしようかなとか、あと A、B、C ってね、本当はここにね、3つボタンなんで、C ボタンがないから、ここのね、LR のね、L1 とかに設定して、で、X、Y、Z とかね、こんな感じで、で、アナログの、X ですね、こっち、アナログの右と、アナログ Y ボタン、上と。で、アナログトリガーは、これはね、アナログトリガー、L トリガー、まあ、使わないんですよね、そもそもね。これスキップしちゃっていいです。アナログの L トリガーはね。はい、R トリガーもスキップしちゃっていいです。こんな感じでね、やるともこうやって動くようになる、なってないね。動くようになるかなと思います。うん、ここではならないですね。あ、なりましたね。動いてますね。はい、こんな感じで動くようになりますんで。で、あと、2コンの方もね、設定したい場合、なんか 2P 対戦したいなということは、例えば、デバイス選択してもらってね。なんで、例えば、そうね、Bluetooth コントローラーとかでやるとかね、一つの画面しかないんでね。はい。っていう感じで設定してもらって、これもできますっていう感じです。これでね、もうあと遊べる状態になりますんで、戻っていただいて、あともう好きなゲーム選択して遊ぶっていう、かなりシンプルなね、構造かなと思います。じゃあね、せっかくなんでね、この設定した状態でね、遊んでみたいと思います。あ、で、一つちょっと言い忘れてたのが、ここですね。カートリッジロムの対応もしてて、これ32メガとかね、いろいろカートリッジロムの設定もできますね。アクションリプレイっていうのもありますね。はい。ここら辺の設定ができたりとか、あとは、今回よりね、描写エンジンというか、OpenGL だけだったんですけど、なんか高速処理するバルカンっていうやつですね。これがね、今まで重たかったソフトが結構これで動いたりするような感じがあるらしいので、バルカンにして遊んでみたりっていう感じで、まあ重たいソフトももしあった場合はね、エミュレートしててね、かなり高速処理もできるようになってるらしいです。これはね、バルカンってそういう設定らしいので、まあこういうところをいじっていただいて、やっていただくという感じかなと思います。あと FPS の表示もできるようになってますね。はい。こういうところね、やってみたりとか、まあ90度回転させたりとか、いろいろできたりしますんで、あと画面比率もね、ここじゃないね。画面比率もね。4対3がいいとか、16対9がいいとか、フルスクリーンな、まあ、ポコでやるとフルスクリーンやるとね、伸ばしすぎちゃうんで、16対9ぐらいで、あとオリジナルのアスペクト比っていう設定もできますんで、まあ、ここら辺自由にいじっていただいて、遊んでいただくのがいいかなと思います。結構ね、選択肢いろいろあるんでね、遊びの幅も広がるんじゃないかなと思います。じゃあね、早速ね、今日はちょっとこのまま、セガサターン今度こそ動かしますね。
はい、じゃあ一発目なんですけど、アスカ 120% ですね。リミテッド。アキラ 100% みたいになっちゃうんですけどね。アキラ 100% の、師匠みたいな感じになってますけどね。アキラ 100% でアスカ 120% みたいなね。で、まあこれね、どんなゲームかっていうと格闘ゲームですね。で、女の子いろいろね、女の子いっぱいなんですよ、このゲームね。アスカさんとかね、タツコさんとかね、トラミさんだったりね、なんかね、学校の部活をテーマにした感じの格闘アクションゲームですね。セイコさん、キヨコさんなんかわかんない。これはね、野球部ですね。ソフトボールかな。うん。まあ、いろいろこうあって、アスカさん、主人公のアスカさんはね、科学部なんですよね。だからいろんな薬品をね、敵に投げつけてやばいことするっていうね、面白い格闘ゲームになってますね。こんな感じでね。中等部だったからね、中学生ですね。中等部で見つけて以来あったことは高校生ですね、やっぱりね。ということで、かなりね、独特なキャラ設定になってます。頑張りますということで、いきなりね、戦い、うん、古立一子ですからね。アナウンサー古立一子さんです。そういうところが結構ね、楽しめたりしますね。うん、意外にね、しっかりした格闘ゲームなんで、これ結構遊んだ人も多いんじゃないかなと思いますから、身体装備のね、大久保さんですね、大久保さん。うん。よいしよしよねってことで。身体装備の大久保さんですね。かよこちゃんかな、ふみちゃんですね。ごめんなさいね。はい。大久保さんとちょっと戦わせていただきます。で、こんな感じでね、始まるんですけど、読み込みますかね。はい、こんな感じで、ね、来ますよ。いいですね。手がでかいっていうね。アスカちゃん、ちょっと手がでかい。よし。よし。ああ、めっちゃめ、おーおーおお。結構ね、技が簡単に出せるんでね。昇竜拳コマンドで今のね、あれが出てたりとかね。で、これね、薬品投げたりとかね。かなり追い詰められてるんで、こっちのターンに、薬品をひたすら投げまくるっていうね。かなりね、コンボが決まりやすいんでね。あれだね。よし。結構楽しめますね。昇竜拳もね、下2回押してパンチを押すだけでね、昇竜拳コマンドになるっていうね。これでね。いいですね。ちょっとね、電源ボタン押しちゃってみたいですね、知らない間に。やばい、必殺技が入るんだけど。削られちゃいましたね。こんな感じでね、しっかりした格ゲーなんでね。なんかね、美少女系格ゲーにしてはね、一番出来がいいんじゃないかなっていう感じですね。結構ね、当時はね、これ女の子格ゲー流行ったんですよね。バリアブルジアとかね、アドバンスドバリアブルジアとかね、いろいろ出てるんですよ。フィストとかね、プリティファイター X とかね、いろいろ出たんですけどね。いろいろね、僕もね、買って遊んだんですけど、これがね、多分ね、美少女格闘の中で一番出来がいいというか、うん、そんな感じがしましたね。結構ね、これ友達と盛り上がったの。操作も簡単だし、空中コンボとかもね、決まりやすいんですよね。やられまくってますけど、今。はい。で、かなりね、遊べて、敵も結構強いですね。敵強えな。ああ、敵強え。はい。こんな感じでね、必殺技どうやって出すのかな、忘れちゃったな。うん、ちょっと敵強いで、ボロボロにやられてますけど、当たんないね。こんな感じでね、しっかり遊べるかなと思いますんで、興味のある方ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ続きまして、セガサターン代表するね、アクション、あ、ちょっと今変なの開いちゃった。こんな感じですね。はい。ちょっとね、いろいろね、ここに当たるんですよ、ここに。ここに当たっちゃってね、いろいろね、あれなんですけど、まあ、これセガサターン代表するアクションは、あ、これ歌流れちゃうね。アクション RPG ゲーム、レイアースですね。最近ね、スーパーロボット対戦30やってるんですけど、レイアース出てくるんですよ。で、ちょっとね、それ繋がりでちょっとこれ起動させてます。このゲームは本当面白いですよ。簡単なね、操作なのに、結構ね、
ストーリーもしっかりしててね、子供でも遊べるかなっていうぐらいアクションも楽なんですけど、まあ、結構面白い、うん、ボス戦とかね、いろいろ頭使ってね、やる、解いたりする感じでね、うん、ほんとね、なんか少女漫画なんだけれども、あの少女漫画風なんだけれども、いいですね、これジャンプしながらね、あ、いいですね、これかわいいですよね、これヒカルちゃんね、うん、いいよね、なんとかヒカルね、いいですよね、ヒカルちゃんね。僕のね、いとこの名前もヒカルちゃんって名前の女の子のいとこいますね。ヒカルちゃんっていいですよね。そのヒカルちゃんのね、名付けの親はね、あの、気まぐれオレンジロードのヒカルから取ったらしいんですけど、気まぐれオレンジロードのヒカルちゃんね、取ったらしいんですけどね。時代感じますね、そこでね。いいよね、海ちゃんね。海ちゃんとふーちゃんだっけ。違うね、学校なんですよね、この3人ね。で、これでなぜかね、うん、ね、飼い犬がなぜか東京タワーにいるっていうね。なんでやねんって思いますけどね、うちの犬だよって。なんでついてきてんのみたいな。なんで東京タワーにいるのっていうね。で、こんな感じで追いかけるところから始まって、いいですね、フルボイスでね、今のところはね。うん、で捕まえたみたいな感じなんだけど、かわいい、かわいいのねって、いいですね、椎名ヘキルさんですよね、声ね。で、こんな感じでアニメーション流れて、これ多分テレビアニメと同じ映像を使ってんのかなと思うんですけどね。で、エメロード姫でしたっけね、確かね。異世界転生ものってね、結構最近流行ってますけど、ね、異世界転生もののなんか走りみたいなところありますよね。で、ところどころちょっとキャラクターがちっちゃくね、SG キャラになるところが可愛いですよね。これ、これね。ほら、可愛いな、これ。ねえ。いいですね。うん、で、男なのに黒髪のね、綺麗な黒髪ね。ね、トム・ブラウンを思い出しますよね。トム・ブラインのダメーっていう人ね。こんな感じでね、話がね、こんな感じでテレビと同じ感じですね。はい、ちょっとね、ここら辺長くなんでね、一応起動してね、遊べますよっていうところまでにしたいなと思います。はい、じゃあ次はね、ちょっとね、やっぱセガサターンといえばね、ちょっと大人向けのゲームっていうところもあって、バーチャルフォトスタジオですね。こちらの方ね、僕ね、昔ブックオフでね、これ500円で買ったんですよね。まあゲームとしてはね、どうかなっていうのもあるんですけどね、こんな感じでね、早速ね、先生にね、カメラマンのアシスタントとしてね、一日をちょっと過ごしていこうかなと思いますんで、まあ、新しいバインダーで撮った写真をね、保存できたりしてね、あーでいいかな。はい。あ、これめんどくさいやつですかね。これもね、ちゃんと動きます。あの、ムービーばっかりになっちゃうんでね。で、3人の女の子ね、撮影するっていうところからね、始まって、まあ、もちろんね、今日は、ね、変なシーンは入らないようにしますんでね。謎の光が指でこうやって入るかもしれないですけどね。謎の光が、つってね。で、女の子ね、3人選ぶ感じですけど、まあいいですね。平成の初期っていう感じのね、女の子たちがね。うん、なかなかなんでこの苦い顔してんのみたいなところもありますよね。青春派系、なんかキャピキャピ系、高飛車系ですかね。僕ちょっとどうしようかな。今日はちょっとね、ド M なんでね、僕はちょっと高飛車の女の子にいじめられたいなっていう気もするんで、ちょっと高飛車系でね、行きたいなと思いますけど。中井純子。まあ、いいですね。私を綺麗に撮るのは当たり前。純子ですからね。うちの母親と同じ名前ですね。どうでもいいですね。このね、あなたに撮れるかしらみたいなね、上から目線で言われたいですね。ちょっとド M 心が出ちゃいましたね。私が西園寺です。うっせえ子だろって。軽く撮ってみようか。っていう感じでね、写真撮るんですよね。バッチリですね、動きはね。あ、いいですね。何も言わなくてもいいねって。あ、僕みたいな。シャッターチャンスっていうのはただ回ってるだけじゃダメなんだ。動いたり話しかけたりしながら自分で作り出すものなんだ。君の腕前見せてもらおうかな。
はい、ということでね、ここでじゃあ、いよいよね、僕の活躍シーンをね、で、こんな感じでね、好きなタイミングでこうやって撮る感じですね。で、好感度をね、上げていくという。ただね、結構荒めですね。なかなかちょっと おばさん感が出てるっていう。ああ、いいですね。こんな感じでね。あと、フィルムはあと5枚だからね。フィルムの配分考えながらね、撮んなきゃいけなくて。ね。はい、こんな感じでね。はい。はい、なんかこう、なんかシャッターチャンスをね、自分で考えながら、こうやってね。まあ、もう撮れないですね。ただね、このゲージがね、いい好感度なんですけど、このゲージがね、マックスまでないとクリアできないっていう感じかなっていう。そうね。まあ、悪くはないんだけどね。あと5万年くらい修行すれば、なんとかなるか？っていう感じでね、もう一回やんな、これでゲームオーバーですね。さっきのね、ゲージをね、マックスまで貯めると次のステージに行けるっていうことで、まあ、面白いゲームですねっていうところですね。はい。はい、じゃあ続きましてね、バルクスラッシュですね。で、このゲームね、かなり重たいんですよ、実は。セガサタンの中でもね、かなり重たいんで、ちょっと指紋ついてるから拭いちゃいますけど、こうやってね。かなり重たいんですけど、これでもちゃんと動きますよっていうところをちょっと見ていただければなと思います。で、これ機械とね、恋愛ゲームをね、ミックスさせたようなゲームで、女の子とね、一緒に戦っていくシューティングゲームですね。で、これでこんな感じで。で、ここにね、女の子をね、捕獲してね。いいですね。いいですね。ジョインしますか。ジョインって、女の子とジョインなんてね、もういい響きですね。ジョインって言って。で、これロボットシューティングなんですけど、こうやって変形するロボットでね。うん、いいですね。で、バーって打っていくんですけど、見ての通りね、かなりね、軽く動くかなといった感じです。で、こういうのもね、こうやって倒していってね。よし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 。で、LR 使ってね、この、ロックオンしながら倒していくんですけど、いいですね。楽しいですね。こんな感じでね。結構ね、重たいソフトなんですけど、重たいゲームなんですけど、で、ボス戦がね、結構でかいボスが出てきたりっていう感じでね、面白いゲームですね。よし、ロボット好きにはたまらないかなと思います。こんな感じで。で、いろいろ武器もあってね。いいですね、バルクスラッシュね。今更ですけど面白い。ハドソンが作ってるんですよね、このゲームね。で、うら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 って。いや、気持ちいい。これ気持ちいいな。あ、いいですね。女の子とジョインしてるところがいいですね。ジョインしてる感があってね。こうやってね、いろいろこうやって、言ってくれるんですよね。いいし、いいし。で、ターゲットをね、こうやって倒していくんですけど、ターゲット見つけましたね、これね。はい、ターゲット倒しました。で、残り4個のね、ターゲットを倒しながら行くんですけど、ターゲットの位置がよくわかんないね、今ね。よしよしよし。いいですね。これ気持ちいいね。よし。どこにいるんだろうな、ターゲットね。よいしょ。この赤いとこですかね。赤いところ。あ、ターゲットですかね、これね。よし。違うのかな。っていう感じでね、結構ね、遊べます、これ。で、しかもね、軽いですね、すごいね。うん。やっぱね、ココはすごいなっていう感じですね。はい。っていう感じでね、バルクスラッシュもね、バッチリ動くかなと思います。結構重たいソフトなんですけど、このソフトね。はい。ちょっとね、進めてみて、ボス戦見てみましょうかね、ボス戦ね。はい、じゃあね、ボス戦の方に行きますね。はい。で、ボス戦がね、すげえでかいんでね、処理するかななんて思ったりするんですけど、どうかな？来ましたね。めちゃめちゃでかいんですよ、これ。超でかいボス戦で戦えるっていうね、このゲームのね、最大のね、面白みですよね。超でかい。で、後方にいますね。こっちか。よし、こっちですね。行きましょう。どこに、あ、いましたね。ここにいますね。で、こっちでロックオンしながらね、ダーンって行ってる。まあ気持ちいいね。マクロスみたいなね。この、機械がね。いた、ロックオンしね。ちょっとね、レイヤーセクションに近いですよね。よし。なんかスターフォックスにも似てるかなと思いますね。お、めちゃめちゃ叱られてますね。叱られたいですね。よし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 。よしよし。ちょっとやられそうですね。
あ、ジャンプしましたね。敵がジャンプ中ですね。で、ちょうどね、ヒットポイントもね、敵のヒットポイントも明確になってるんで、こうやって打ち込んでいきましょう。おぉ、危ない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 。よし、こっちかな。よし、倒しましたね。こんな感じでね、ボス戦がね、巨大ボスとの戦いもね、楽しめるね、面白いゲームですんでね。ぜひ見かけたらね、ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。はい、ということで、本日はね、ポコ X3、シャオミーポコ X3 プロでかな、このね、スマートフォンで、セガサターンのね、エミュレーターの導入のやり方についてお話ししました。セガサターンのね、エミュレーターはヤバ三四郎2プロですね。こちらの使い方っていうかね、導入の仕方っていう感じですかね。そんなにね、難しくはないかなと思います。正直ね。シンプルな、エミュレーターかなと思います。で、動くのもね、結構しっかり動かしてくれるし、あとライブラリー化っていうことで自動でね、パッケージアート持ってきてくれるのが一番いいかななんて思ってるんで、まあこちらの方、選択させていただいております。中にはね、SSF っていうね、エミュレーターがあったりっていうのもあって、まあいろいろあるんですよ、種類ね。うん。で、初心者はかなりこのヤバ三四郎2あたりがいいかなと思います。うん、使いやすいっていうところですね。うん。で、まあいろいろね、組み合わせていけばね、今まで動かなかったのが動いていくっていうこともあるかなと思うんですけど、まあこれだけでも十分かなっていった感じですね。うん、結構、何割ぐらいだろうね、70% ぐらい動くんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺細かく検証したことないんでね、わかんないですけど、あんまりね、動かないのないかなと思ってます、今のところね。もちろん、たくさんあるかもしれないですけどね。これ1個入れとけば十分かなと思いました。うん、特にライブラリー化できるところなんてね、いいんじゃないかななんて思ってます。はい。で、もちろんね、このポコじゃなくてもね、ポコじゃなくても、タブレットでもね、これ導入できますんで、シャオシンパッドとかね、あとは、今ね、紹介しているオールドキューブとかね、これでもね、動きますんで、ぜひね、導入検討してみてはいかがかなと思います。で、今日ね、紹介したこのポコなんですけど、ポコ X3 か、ポコ X3 プロなんですけど、今ね、バングッドさんの独身の日セールで安くなってます。2万3000円からっていう感じで、2万3000円バージョンと2万6000円バージョンがあって、詳しい買い方はね、僕が今動画出してますんで、そちらの方、独身の日セールのね、動画出してますんで、そちらの方見ていただければなと思います。非常にね、スペックの高い、コスパのね、いい、スマホですので、まあ、1個買っとけば十分、なんていうかね、コスパは最高かなと思いますんで、1台買っておけばね、まあ、得するかなと思います。これ今年一番買ってよかったスマホですね、僕ね。はい。で、カメラの精度もね、しっかりついててね、カメラの精度もいいんでね、遊び用のスマホという形で、1台ね、一家に1台あってもいいんじゃないかなと思います。興味のある方ね、ぜひね、概要欄にリンク貼っておきますんで、独身の日セールのね、リンク貼っておきますんで、そちらの方からご購入検討していただければなと思います。はい、ということでね、今日は超初心者用のね、ヤバ三四郎の使い方についての動画でした。よかったなと思う方はグッドボタンを押していただければと思います。あと今後もね、リクエストあればね、それに応えて、動かしていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。